今日紹介するジュースはこちら、アサヒの七色ウォーターズ。これパッケージが可愛いですね。七色、なんだろう、ちょっとボテて見えないな。これか、これですね、はい、ミント、カモミール、サクランボ、レモン、イチゴ、ハチミツ、アロエが入ってます。これで七色かな、七色ではないけど七種類入ってますね。7つの素材が入って七色ウォーター、いいもの7素材ほんの一滴。はい、ではいただきます。これね、でもね、無果汁ですね、無果汁になってます。はい、カロリーは 100ml あたり19カロリーなので、これで 500ml なので、100キロですね、100キロカロリー程度になります。これですね、今飲んでみました。これね、透明なんですけどね、結構ね、これね、味ね、しっかりついてます。何の味がよくしてるかっていうと、このね、いちご、さくらんぼ、この辺の味がしっかりしてます ね、カモミールとかミントとか書いてありますけども、そんなにね、なんかね、ハーブのね、香りがね、きつくないので飲みやすいです。はい、結構ね、甘みもあるので普通にジュースとして美味しいですね。はい、では以上、七色ウォーターズでした。